ラスベガス・サンズはアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスに本社がある統合型リゾート運営会社会長兼最高経営責任者はシェルドン・アデルソン1988年に設立1996年に閉鎖されたサンズホテルの跡地にベネチアンが1999年にオープンしたまた2007年にはマカオに世界最大のホテル ザ・ベネチアン・マカオが完成した。2014年2月24日、アデルソン CEO は日本に大型投資を行う、用意があると述べた。2017年2月、アメリカ合衆国大統領のドナルド・トランプが、日本の安倍晋三首相に対して、自身の最大の献金者であるアデルソンが経営する、ラスベガス・サンズに免許を交付するよう求めたと、プロパブリカが報じている。 2018年7月20日、日本での特定複合観光施設区域整備法の成立を歓迎する声明を発表した。2019年8月22日、大阪で統合型リゾートを開発する計画を見送り、東京と横浜での開発計画に集中すると宣言した。2020年5月13日、日本の統合型リゾートにカジノを設立する計画を、 断念したことを明らかにした。上得意顧客送迎用のボーイング 747SP 大口顧客や経営陣の運送用の専用機を運行している。現在ボーイング 747SP を2機を運行しているほか、複数の機材が運行されている。ありがとうございます。